こんにちは、金栄堂の達夫です。本日は、2011年新たに設定されたオークリーの新スポーツアイウェアファストジャケットのスイッチロックについて、お話ししたいと思います。皆さんに、ホームページ等々でご紹介差し上げてますが、こちらが新作のファストジャケットです。実際にかけてみるとこのような感じです。ファストジャケットは、特に前傾になるスポーツ、自転車であったりスピードスケート、そういった競技でこのアイウェアが一番映えるようにということで、オークリーのアイコンの部分 O のマークも、わざとこのフレームの上部の部分についております。もともと M フレームであるとか、レーダーであるとかそういった一眼の、スポーツグラス、そういったものが、速いスピードを競う競技の中で今まで選ばれてきましたが、その一眼式に近い特性を持ちながら、新たに、スイッチロックシステムというものを搭載した、オークリーの誇る2011年、最新のスポーツアイウェアとなります。今、ずっと申し上げているこのスイッチロックというシステム、上ボンや、スプリットジャケットはこの鼻の部分が、持ち上がってレンズ交換ができるというものなんですが、このファストジャケットに関してはサイドにそのスイッチロックが取り付けられております。この部分ですね。では実際にレンズ交換をしてみたいと思います。まずはこのスイッチロック部分、下に引き抜きます。その後、前面にこのパーツを、出します。そうするとこのように簡単にレンズが外せます。こちらが、スペアレンズ。入れるときは、鼻側から入れてください。で、耳側を同じように入れていただいて、その後このスイッチロック、この部分を戻します。反対も、同じようにやってみます。ファスト、素早くレンズ交換ができるという、名称から名付けられたこのファストジャケット、簡単にこのようにレンズを交換できます。さまざまなシチュエーションできっと活躍してくれるであろうこのオークリーのファストジャケット、まだすべて入荷しておりませんが、これから徐々に XL シリーズもさまざまなカラーバリエーションも入荷してまいります。楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。